はい、こんにちは、ぼっちです。いつもプロぼっちチャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。ご覧のように素晴らしい太陽が今日も昇っていきます。さあ、元気にツーリングを楽しみましょう。ここでここで夢を見よう。明日のことは忘れてさ、近い未来越えてゆこう。なぜか泣きそうになるけど、混ざる混ざる黄昏が今。はい、昨日ですね、チェーンのね動きがね、悪かったこともありましてね、この1年のね、ツーリングを開始するにあたってね、バイクのメンテナンスをね、ちょっとやりました。チェーンがね、洗えた時はね、手でぐるぐるっと回しますとね、スルスルスルっと数回転ね、タイヤが回転する状態だったんですが、それが昨日ですね、見てみるとね、全然回らないというかね、ちょっとしか動かないというかね、えらい渋い状態にね、なっていましたんでね、思わずねチェーンの洗浄を行いました。でついでにね、ガソリンね、洗浄剤、ガソリンに添加するエンジン内部洗浄剤ですか、これをね、入れましてね、それからついでにプラグの点検ですねも行いまして、そして、バッチしねツーリングに行ける準備をね、昨日、一日やっておりました。先ほどね、チェーンを洗浄しまして、水洗い、それから拭き取り、汚れの拭き取りまで、終わらせまして、現在ね、何もチェーンルグを塗布してない状態でね、チェーンを乾燥させるためにね、約5キロほど走ってきました。やはりね、チェーンを洗浄したらね、バイクが軽くなってきましたね。ということはやっぱりかなりチェーンに
負担がかかってたのかもしれませんね。ちょっとタイヤをね空回ししてみた時もねちょっと重たい感じがしましてね、あんまり回転しなかったんで、かなりなんかチェーンに負担かかってたようですね。ひょっとしたらね今使ってるチェーンルーブ、あのハードタイプのチェーンルーブ使ってるんですが、これがね結構硬くてね、それが負担になってたんじゃないかなというふうに今思っています。本当かどうか分かりませんけどね。エンジンは絶好調ですね。どうかな、入れるかな。入れますね。ですね、チェーンもよく光ってますね、はい、ぐるっと、はい、はい、綺麗ですね、はい、異常なし、はい、そしたらチェーンルブをねましょうかね。ワコーズの、チェーンルーブを買ってきましたんでね、高いんですけどこのルーブが一番柔らかくていいみたいですね、はい、そうしましたら、お軽いね、あ全然軽いね、よく回りますね、どっからスタートか覚えとかないと、チェーンの音もね、なんかシャカシャカという音がしなくなりましたね。やっぱりチェーンから出てる音だったんですね、一部。じゃあバイクの整備は完了と。はい、綺麗ですね、ここはね。見晴らしがね、すごく。サイキックの運動公園ですね、ここはね。はい、大きなね、こういうね、トラックがありましてね。大きな公園になってますね。いろんなところが見渡せますね。下に走ってますのが山陽自動車道。五日市インターチェンジと、宮島サービスエリアとの間中間ぐらいになりますね。そしてこちらに見える、風景が広島湾に面したサイキック五日市の中心街、中心部ですね。だいたい人口が15万から20万ぐらいのね、規模の区になりますけれども、まあ広島のベッドタウンとしてね、大変広がって開けたね地域になります。はい、これはスーパークラスターループパワーショットっていうね、まあガソリンの洗浄剤ですね。ガソリンテンクの、洗浄剤、これをね、プラグですね、プラグ、まあ、どんなもんでしょうかね。大丈夫ですね、まだね、まだ変えなくていいか、はい、このプラグ点検、これもね、OK、びっくりした、OK、よし、OK、これでね、あんまり、力を入れるとヘッドが傷んでしまいますからね。プラグ一応交換用のプラグはね用意してあるんですけども、おかげでね、バイク非常に調子のいい状態でね今走っています。まあこれであればね、ロングツーリングも OK ということでね、さあこの2023年もねいよいよスタートしました。ということでね、本来ぼっちがね目的としているね、ぼっちと同年代のねシニア世代の方々がね、共感することのできるねいい日常のね、バイクのある生活、楽しいね、バイクのある楽しい生活というね、それを共有させていただこうというのがね本来のぼっちのね、この動画のコンセプトですから、まあそういった意味ではね、やはりねバイクを使ってねツーリングをして、例えばキャンプツーリングとかねロングツーリングとかいろんなところ行ってね、いろんなことを感じ、いろんなことを思いね、いろんな感動を受けてね、そういったことをね、
同年代の方々とね、ぜひ動画を通じて共有していきたいなというふうに、考えていますのでね、今年はぜひね、やはりその路線に沿ってね、ツーリング動画主体でね、展開していけたらなというふうに考えています。まずはね、昨年行けなかったね、鹿児島、薩摩半島、大隅半島ですね、それからあとこれも昨年行けそびれた和歌山から三重、紀伊半島ですね、まあこういったところをねやっていきたいなというふうに思うんですが、まあ九州はね、あと息月とかね、それから、大分県のね、木島高原にあります下加古ですか、木島高原でしたっけ、下加古キャンプ場、こういったところね、前々からちょっとね目をつけているところなんですが、ぜひ行ってみたいなというふうに思っています。それから、四国もね、例の UFO ラインこれがね、未だね勝っておおすごい絶景だというねところに至っておりませんのでね、まあぜひねその UFO ライン見晴らしのいい時にね行ってみたいなというふうに思ってますし、それからあと五段高原の先にありますね天空の林道っていうのがあるんですね、これもぜひ行ってみたいなというふうに思ってます。それからまあ足摺とかね、あちらの南の方は、西側南の方はよくまあ行く機会があるんですけれども、東側の方ですね、室戸岬、それから麦、そして小松島、徳島の方向ですね、こちらの方向はねもう行ったこと全然ないんでね、まあぜひこの辺りもね、ツーリング行ってみたいな。それから小豆島ですね、それからまあ例えばまあその徳島まで行けばね、和歌山近いですからね、和歌山の方へフェリーで渡ってね、で紀伊半島を一周してくるとかね、まあそういうことも可能になると思いますんでね、まあそういうのもね、やってみたいなというふうに考えています。まあということでね、この2023年はねツーリング動画、キャンプツーリング、まあこういった動画がね中心になっていくかと思いますけれどもね、引き続きねご視聴様の皆様にはねコメント、チャンネル登録等を通してですね、ぜひ、ご支援賜りたいというふうに思っています。どうか、今年もね1年、プロボチチャンネルをよろしくお願いいたします。そうしましたらね、この辺りで今回の動画は締めさせていただこうと思います。さあ今年もね、キャンプツーリング、ロングツーリングに行きますよ。レッツゴー。